エリエゼル・ベン・イエフダーエリエゼル・ベン・イエフダーは現代、ヘブライ語復活の中心人物。ロシア帝国からパレスチナに移り住み、ほぼ独力で、ヘブライ語を話し言葉として、現代に復活させた。彼は幼い頃に、ヘブライ語に翻訳されたロビンソン・クルーソーを読んで、衝撃を受けたと言われる。元の名前は、エリエゼル・イツハク・ペレルマンであったが、彼は、自分の名前も、 ヘブライ語にした。ベンイエフダとは、ユダの子という意味である。彼の息子ベンツヨンは、生まれて、数年間は、ヘブライ語のみで教育され、約2000年ぶりに、ヘブライ語を母語として話す、最初の人物となった。古代の言葉が復活して日常的に使われるようになったのは、歴史上唯一の出来事である。ベンイエフダーが編纂を始めた全17巻からなる。 ヘブライ語大辞典は彼の死後に完成した。エリエゼル・ベニエフダーと2番目の妻へ、ムダ、1912年、エリエゼル・ベニエフダーは1858年1月7日、ロシア帝国、ビリナ県のルジュキーという町で生まれた。両親は、ハシディズム系のヘデルを運営しており、将来彼がラビになることを期待して、イエシーバーで勉強させた。これは、 当時の東ヨーロッパのユダヤ人社会では通常のことであり、そこで彼は宗教的なものから世俗的なものまで多くのヘブライ語文学に触れる。ベン・イエフダーが5歳の時に父が死去、経済的な理由からベン・イエフダーは母の弟のもとに送られ、イエシーバーでの教育を受け続けるが、14歳の時、ヘブライ語で書かれた世俗的な本を読んでいるのを、 見つけられ感動される。ベン・イエフダーは、ビチェプスクのヨナスケに引き取られ、そこで一家の長女デボラから、フランス語、ドイツ語、ロシア語を習う。その後、勉強を続けるため、ベン・イエフダーは、ダウガフ・ピルスの学校に送られた。1878年、ダウガフ・ピルスの学校を終えたベン・イエフダーは医学を学ぶため、パリのソルボンヌ大学に留学するが、そこで、 彼が最も関心を持ったのは、ヘブライ語のクラスであった。そのクラスでは、ヘブライ語で授業が行われており、このことは、ヘブライ語を日常言語として復活させるという、ベニエフダーの決意を固めさせた。パリ留学中、ベニエフダーはいくつかの論説を、ヘブライ語で発表し、ユダヤ人が、イスラエルの地で、ヘブライ語を日常言語として使用する意義を説いた。 1879年、ヘブライ語の月刊誌、夜明けで、初めての政治的な論説、重要な質問を発表し、イスラエルの民は、イスラエルの地で、ヘブライ語を使用すべきである。なぜなら、共通の言語なしに、民族は成り立たないからであると述べた。その論説において彼は初めて、ペンネームとして、ベニエフダーと署名した。留学から3年後の1881年、 ベンイエフダーは、パリでの医学の勉強をやめ、彼の理想を実現させるべく、パレスチナに移住した。ベンイエフダーは、ヨナスケの幼なじみデボラと結婚、エルサレム旧市街に、粗末な部屋を借りて、そこに居を構えた。ベンイエフダーは、パレスチナで、最初のヘブライ語新聞、ハバツエレットで記事を書く仕事を得たが、そこでも彼は、ベンイエフダーの署名を使った。 1884年、ヘブライ語に対する情熱から、ベン・イェフダーは自ら、ヘブライ語新聞、発備を発行し、自ら編集も行った。ベン・イェフダーは、イスラエルの地に、ヘブライ語を日常言語に生まれ変わらせようと、疲れを見せることなく取り組んだ。ベン・イェフダーは、彼の異常なまでの情熱に対して、文句を言う知り合いに対しても、ヘブライ語を話しなさい。そうすれば、 不平もなくなるだろうと述べた。1882年に生まれた彼の息子ベンツヨンは家庭でヘブライ語を聞いて育ち、ヘブライ語母語とする最初の子供となった。さらにベニエフダーはハビーブ小学校のために教科書を執筆し、教団にも立って子供を教えた。1890年ヘブライ語委員会が設立され、ベニエフダーはその代表に就任した。 1891年、妻デボラが結核により死去すると、デボラの妹で新聞記者で作家のヘームだが、ベン・イフダーの幼い子供たちの養育を手伝うようになった。1892年に二人は結婚し、その後ベン・イフダーの活動は、彼女から多くの支援を受けることとなった。ベン・イフダーの活動は、シオニズム運動以前からパレスチナに居住していた。 ユダヤ人たちの怒りを買った。彼らは当時パレスチナを支配していたオスマン帝国の当局に対し、ベン・イエフダーは反乱を企てていると申し立てた。ベン・イエフダーは投獄されるが、彼に対してより恩恵であった世論の後押しにより短期間で釈放された。しかし、ベン・イエフダーとその新しい考え方に対する憎悪は弱まらず、 シオニズム運動を代表するような人々までが彼に対して抗議行動を行った。1913年、パレスチナでのユダヤ人の教育制度における新しく生まれ変わったヘブライ語の地位をめぐる論争、言語戦争が発生し、ベニエフダーもそれに巻き込まれた。この論争は、工科大学の設立資金を出資していたドイツのユダヤ人団体が、 そこでの教育言語をドイツ語とするように求めたことに、橋を発し、パレスチナの他の教育施設にまで広がった。1914年2月、論争は、ヘブライ語支持者たちの勝利に終わった。ヘブライ語は、次第に、パレスチナのユダヤ人の中で主要な言語へと成長し、1919年、オスマン帝国に代わり、パレスチナを治めていた、イギリスの委任当地当局は、 ヘブライ語をパレスチナにおける公用語の一つと宣言するに至った。ベン・イェフダーは1922年12月16日に結核により死去、エルサレムのオリーブ山の頂に埋葬された。執筆中のエリエゼル・ベン・イェフダー・ベン・イェフダーがヘブライ語の復活のために行った活動は多くの領域に広がるものである。 家庭でのヘブライ語の使用、ベニエフダーは家族に対し、家庭ではヘブライ語のみを使用するように厳しく要求したばかりで、なく、他の家庭もこれに習うように影響を与えようと、試みた。家族の証言によると、彼の息子ベンツイオンは、4歳になるまで言葉を全く、話さず、デボラはこっそりと彼にロシア語を教えた。しかし、 そのことを知ったベン・イエフダーが激しく怒ったため、ベンツヨンは、ヘブライ語を話すようになったという。また、子供たちの成長に伴い、ベン・イエフダーは、新しい単語を作り出す必要に迫られた。例、と。その後、家庭でのヘブライ語の使用を受け入れた家族が4家族、現れたが、それ以上にはなかなか広がらなかった。家族の証言では、1902年、 ベン・イエフダーがこの活動を始めてから20年後であるが、彼の妻が家庭でのヘブライ語の使用を受け入れた10番亀の家族にケーキを焼いて持って行ったとのことである。ヘブライ語を用いたヘブライ語学習、ベン・イエフダーは教育の場でもヘブライ語が使用されるべきであると主張した。彼自身短期間ではあるが、エルサレムのユダヤ人学校でヘブライ語で授業を行ったが、 健康上の理由ですぐに辞任している。ヘブライ語でヘブライ語を教えるという考えは、後に第一アリア世代の各入植地で徐々に受け入れられ、ヘブライ語の学校が設立された。新聞、発尾新聞の発行、ベインエフダーがヘブライ語新聞、発尾を発行したのは、ヘブライ語を日常的、現代的な文脈で使用する可能性を示すとと,ともに、 彼の考えを、公の場で、特に若い人たちに広めるためであった。また、新聞の発行は、新たなヘブライ語の単語や様々な使用方法を、もたらした。新聞の発行資金は時間と共に減少した。これは、ベニエフダーの人を刺激するような性格と、彼が第一アリアの人々に受け入れがたい立場をとって、いたからであった。第一アリアの入植地の多くは、 フランスのユダヤ人事前活動家、エドモント・ロス・チャイルド男爵の購入した土地を譲り受けていた。ベン・イエフダーの支持するパレスチナでのユダヤ人国家建設に対し、入植者の中には、ロス・チャイルドの支持するガンダでのユダヤ人国家、建設計画をそのまま支持するものが多かった。ベン・イエフダーが発備で主張した立場は、その後、 第二アリーアの人々により創設された青年労働者等に受け入れられ、彼らの中から出た新聞記者はヘブライ語の新しい文体を生み出した。辞典の編纂、人々が使用可能なヘブライ語の膨大な語彙を示すため、ベン・エフダーはヘブライ語辞典の編纂を行った。今日、その辞書はヘブライ語大辞典あるいはベン・エフダー辞典として知られ、語彙には 彼が生み出した多くの信号が含まれている。辞書は、ベン・エフダーの生前には、第5巻まで刊行されたが、辞書の編纂作業は、彼の意志を引き継いだ者たちにより続けられ、1959年になって、やっと完結し、全17巻からなる、ヘブライ語大辞典が刊行された。古い語彙の発掘と、新しい語彙の創造、ベン・エフダーは、 ヘブライ語を復活させるにあたって、ヘブライ聖書やその他の古い文献から語彙を収集するとともに、古代では異なる意味で使われていた単語に、現代生活で必要となる新たな語彙を与えて復活させた。例。一方、ベニエフダー自身が新たに作り出した造語の数は300語を超えない。例、と。また、ベニエフダーが作り出した語の中には、 実際に普及しなかったものもある。例、四段、現在は、うぐだ、とありがとうございます。